Bonjour, こんにちは。ワインの香りの勉強です。今日はカベアネ・ソビニョンの紹介をしたいと思います。これはコンビニで、セイコーマートというコンビニ、北海道のコンビニで買ったんですけれども、手頃で550円ぐらいですけれども、その香りについて今日紹介したいと思います。でこのカベアネソビニョンはとっても面白いと思います。2つの大きな種類でそのどっちかっていうのを嗅いで楽しむのが楽しいと思います。最初の香りは、2つの種類がありますね。最初の種類とは最初はペッパーの香りがする、その後はトリュフの香りで、第3の香りが木いちごです。そうですね、複数の香りの合わせたものですから3つですね。で、その第2の種類は、最初はスミカスレ、花の香り、ペッパーで最後はキイチゴ。ってことどっちみち最後の香りはキイチゴですね。最初はペッパーが強いか、トリュフが強いかということ、トリュフがありましたら第1ですね。トリュフがなかったらスミカスレとペッパーであれば、それが第2の種類。簡単に言いますと、必ずペッパーとキイチゴの、フルーティーね、赤いフルーツの香りをすべきです。じゃあちょっと確認してみますね、香りだけで。これは簡単ですけれども、トリュフの香りがしません。ペッパーの香りと花、そしてキイチゴは強いです。でこれは本当にトリュフの香り全くないで、ペッパーの香りが本当に少ないと思います。ですから僕はスミカスレの花とキイチゴを今楽しんでいる。香りを楽しんだ後、やっぱり色を少し楽しみたいと思います。こんな色となります。いや、綺麗な色だと思いますけれども、あとは味かな。じゃあ味をちょっと確認します。軽いのに渋みが少しありますけれども、フルーティーで肉料理と合うと思います。癖のないものとですね、特に日本の、ジンギスカンとかですね、そういうものと合うかなと思います。今日はカベアネソビニョンでしたけれども、これから他のワインのブドウ酒も紹介したいと思います。あと、ワインを買うときにその感想を少ししたいと思いますので、次のビデオ見たいのであればぜひ登録をしてください。ベルもクリックするといいかなと思います。それでは楽しくこのワインを飲んでください。 Au revoir!